マイナンバーの紐付け誤りをめぐって国民の皆さんの不安を招いていることにお詫びを申し上げます。我が国のデジタル化の遅れを痛感いたしました。マイナンバーカードをめぐるトラブルが続いています。コンビニで他人の証明書が発行されてしまう、マイナ保険証や公金受取口座が他人の情報になっている、マイナポイントが他人に付与されるなどの事案が起こっています。岸田首相は会見で今後はマイナンバー個別データの総点検、再発防止の徹底、デジタル化への理解促進、マイナ保険証への不安払拭を進めると表明しました。国民の不安払拭を最優先とした対応を取っていくことと、します。デジタル敗戦を二度と繰り返してはならない。